皆さんにね、悲しいお知らせがあります。本当にね、大変ショッキングなね、映像がこの後流れるんですけど、本当にね、この映像を見た時僕本当にショックでした。あのね、あの焼き鳥が、なんと、あんな姿になってしまうとはね、思いませんでした。ということで、どうぞ。あれ、チェック、いて。あ、やばい。バーン。虫になっちゃった。あれ、あ、やばい、焼き鳥、お前、危ない、危ないぞ、お前。刺される。焼き鳥、危ない。焼き鳥、お前。虫になっちゃった。ライジョンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、グローバル大会やっていきたいと思います。ということで、ね、デッキは枯渇。枯渇ですね。枯渇やっていきたいと思います。ということで、いきます。よいしょ。負けるまでいきます。なんでね、この動画、グロ大会ね、月に1回のイベントなんですけど、まあ、恒例行事になってきてますね。いろんなクララ YouTuber がこう負けるまでやってるんでね。まあ、結構でもね、見てて面白いんじゃないかなと思いつつ、スケルトンバレル。で、このデッキね、俺、デリバリーじゃなくて、ロケットにしてるんですけどね。その、まあ、意図としましてはね、なんか、グラチャで12勝に流れてたっていうのと、あとやっぱね、このデッキ、クロスとか、265とかに結構勝てないんですよ。なかなか絶望的な相性なんですけど、そこをね、こう、ロケットにすることによって、すべてに勝てるようになります。あ、やべ、それ。こうやってね、同サイに投げまくると、こう、ウッドでね、全処理されたりするんで、こうね、両サイドにね、散らしてあげるのが大事ですね。だ相手、ウッドの下げだったんでね、これは同サイドにバレー飛ばしたらね、ちょっと良かったっぽいんですけど、まあまあ、AY と。さあ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 。だこれは、奉仕スルーですね。うん。スルーしていき、こう、なるべくこう、なんだろう、後衛が単体、例えば、まあ、マジエチャとか、まあ、マジエチャくらいは対応したいですけど、奉仕とかね、こういうなんか、ちょっとしか、単体で来たらちょっとしかダメージ与えようなカード。うん。そういうのはね、スルーした方がいいですね。まあ、ガゴとか、まあ、ベビーとか。うん、結構スルーしますね、俺は。まあ、倍、あ、やば。これやべ。やべ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 。やっちまった。まあ、時と場合によるんですけどね。やべ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 。まあ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 と。さあさあさあ。まあ、ただ、これ相手、ロケなさげなんで。ロケじゃない、ウッド。さすがにないと思うんですよね、この感じは。さあ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 。で、これスケで寄せていって、よいしょ。ほんでもって、ここ相手エレキと、あれがあるんですね。奉仕があるんで、いや、ここは盾しようか。いや、意味ないな。おい、危ね。俺これ飛ばせる派っすね。飛ばせる派と飛ばせない派がいてね。そう。なんですけど、僕は飛ばせる派っすね。いや、これ。ギリ抑える。オッケー、いいよ。さあ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 。これないと。で、飛ばせると何がいいかってね、逆サイタワーからの竹ももらえるので、メガナイトがね、早く処理できるんですね。うん。なんで俺は飛ばせる派です。さあ、これは、真ん中集めて、さあさあさあ、これウッドで処理できる。オッケー、いいよ。これキング行きたいですね。やっぱグローバル大会たるものね。クラウン数が大事になってくるんで。さあ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 。いいね、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 いいね。オッケー、頼む。触んないで、触んないで、俺の。あー、センキュー！ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。回転で。もう回転、くるくるくるって感じで、俺もくるくるくるって感じで、ね、やっていこうと思います。とりあえずね。まあ、そんな感じでね。まあ、クラウンも意識しつつ。さあ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 。やっていきましょう。マイラ。マイラって感じだね。とりあえずね、スケルトンとか出していって、こうとりあえずね、初手はバレルかスケバレーを投げたいですね。で、バレルはここら辺ですね。まあ、キング起動されない、トルネでね、キング起動されないようなね、位置に初手は飛ばします。で、相手が、こう2手目からね、あ、トルネないな、こいつみたいな、ね、顔しとるな、こいつってなったら、バレルをね、ピュッって、ね、真ん中の方に飛ばしてあげてね、あら不思議って言ったところであるんですけどね。さあ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 。これ手札回して、さあさあさあ、このウィザードはちょっと無視します。で、コウモリもこれね、やると無視することができるんでね。まあ今ちょっと後取られたかトントンぐらいかなーっていう感じなんですけど。まあこのね、バレルを投げるときに、投げるまでに相手に、あー、オッケー。さあさあさあ、投げるまでに相手がこう攻撃してきたら、あー、2アドぐらい取られてんなーみたいな感じですね。で、これインフェルノターン残ってるうちに、バレル飛ばしちゃいましょう。よいしょ。
さあ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 。まあ、26の、使ってる人とかもよくやりますね。大砲で守って、大砲が半分ぐらい残ったら、その、これに対して、例えばエレキとか来たら、こう今ね、入ってきて、インフェだけでね、守れたりするので、こう、建物が残ってるうちにね、10エリにならなくても、こう、バレルとかね、スケバレを飛ばす人がよくいます。なんでね、建物残った時はね、ぜひね、飛ばしちゃってください。まあ、得はあってもね、損はないと思うんでね、建物さえあれば、アドは取られないと思うんでね。うん。さあ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 と。もう一回ネクロ湧いたら行きますか。ゲイ。いや、これやべえ。普通に。これナイト死んだら。これさすがに入ってないよな。ああ、怖ー、マジで。危なかったー。や、危ない危ない危ない。今インフェ出さなかったら入ってたんでね。ナイスインフェといったところですね。まあ、こんな感じでね、スケも、こう、寄ってきて。やべ。全然やってくんなかった。痛い。ここら辺からね、ちょっと逆サイに行くのは、個人的になんですけど、スケバレとバレル両方あったら、基本的にはスケバレがいいですね。うん。スケバレは無視したら、単体で半分以上相手のタワー削るので、でもバレルはね、無視できちゃうんですよ、最悪。単体だったらね。単体で飛ばすなら、こう。やべ。これやべえな、普通に。いや、別にか。あ、これ違う。これ左に、あれですね。これ逆が良かったですね。左に単体なんで、左にスケバレで、右にね、ターゲット取ってるときは、右に、こうね、バレルを飛ばしてあげると、やっぱね、ターゲット取ってるバレルが強いんでね。さあさあさあ、こんな感じでね、出してあげて。あとは、2クラウン欲しいので、こう最速の位置に、ロケット。さすがに。なあ、よっしゃー、これでかい。これでかい。ありがとうございます。まあ、ロケットがあることによってね、こう、なんだろう、結構このデッキってインフェアあるから、大型に強そうに見えるんですけど、ゴリ押しとか、まあ、例えばですけど、ダクね、ダクネ、ライドラ、ヒーラー、ゴレとか、まあ、そういう感じで来ると、結構、光栄がね、溶かしきれずにデリバリーだけだと、光栄を溶かすね、ああいう、なんだろう、いつも、俺が光栄溶かすのに使って、まあ、大型ジェムですね、ポイズンとか、まあ、あとは、なんだろうな、光栄溶かすユニットなんだろう、バルキリーとか、まあ、そういうのがないんで、結構、なんだろう、やられちゃうんですよね、うん。だから、前衛、エリゴレとかゴレを溶かしても、光栄がね、5体ぐらい残ってて、キングまでおられちゃうみたいなことがね、たまにあるんで、でもそういうのもロケットに一掃できるんでね、結構ロケットになることによって、まあ、ただね、デメリットも多少あって、こう、クロスとかゴレとかそういうゴリ押し系とかね、絶対に勝てないようなデッキに勝てる代わりに、ジンギとかペッカとかそういう受けを枯渇させる系、U のゴースト系ですね、に若干やっぱデリバリーじゃなくて、こう、やばいデリバリーじゃなくてね、ロケットになる分ね、ちょっとそういうのに弱くなります。弱くなるって言っても相性はそんな悪くないんでね。なんだろう、極端だったんですよ、今まで。そう、大体のデッキに7割、8割相性取れて、他にね、10割絶対負けるデッキとかもあったっていう感じなんですけど、この枯渇が。なんですけど、そう、これをね、ロケットにすることによって、すべてのバランスがね、保たれるという、すべて6割ぐらいみたいな。6割とか、まあ相性悪くても4割みたいなね。頑張れば勝てるみたいな。まあ、そんな方がいいじゃないですか。やっぱ、絶対に勝てない相性引くよりもさ、ちょっと、いや、ワンチャン勝てるかもみたいなさ、相性がいっぱいある方がいいじゃないですか。ってことです。そういうことです。俺が言いたいのは。ってことでね、まあ、こうやって、バレルとかで、ええ感じに処理して、バレルじゃない、吹き矢だ。吹き矢で処理して、こうやってね、バレルとかを飛ばしていくっていう。飛ばしていく。まあ、そんな感じですね。そんな感じ。で、こう、ナイトとかをね、後ろから出していって、ナイトがまた大型とか合わせてきたら、いや、こうインフェ先置きしてもいいかな。いや、でも先置きしすぎると、ぶっ壊されちゃうんで、ナイト2周回すか。うん、ナイト2周プランでいきましょう。まあ、相手はね、まだあれなんで、2倍タイム入ってないんで、うわー、それは恐ろしいですね。ちょっと、ここは先溶かしちゃおう。ちょっと、思ったよりやばかったですね。これ、ザップ来るかな？来ないですね。さあ行きましょう。まあ、こんな感じ。防衛にあったやつに始まりナイトつけて、こうやってね、ウッドガナー相手にこのタゲ取りバレルがめちゃくちゃ刺さるんで、このようにね、ワンパンできるんですよ。はい。なんでね、ぜひ皆さんね、使ってみてください。これで、ウッドがある時には逆にこうやって固めるとね、一掃されちゃうのでね、あんま出さないんですけど。まあ、こういう時はもう先ほどインフェですね。守りあげんで。ワンチャンミラー目がないともう一体ぐらい崩る。ワンチャン来なかった。さあ。さあ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 、いやー、これ守りにくいよ。めちゃくちゃ守りにくい。これ
さあ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 、オーケー、完璧。で、相手は今矢の飴切ったので、速攻攻め立てます。さあ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 。で、メガナイトが来るんでね、これ。いや、もう諦めかな。おと矢の飴ミラー。矢の飴ミラー、ファイボー。はい、ありがとう。こんな感じで、こんな感じでね、ぶち抜けます。本当にね。おすすめなんで、マジで。いや、これ、こう、負けれんな、俺。多分、30勝。今、上何勝ぐらいまでいってんだろう。あ、これじゃあ30勝まで無敗でいけますね、これ。3勝まで無敗ってことは、30勝無敗ペースなんでね。普通に考えて。うん。なんで、30勝まで無敗でいけますね。とりあえず、スケバレ、出していきます。まあ、初手やったら俺、割とスケバレ出すね、やっぱり。うん。いや、バレルの方がいいかも、初手。スケバレ、キング起動、まあ、なんか結構難しいんですけど、ノーダメでね、キング起動する方法があるので、スケバレ。これ、枯渇だ。枯渇対決。枯渇対決はね、とにかく、こう、ナイトと、で、あと、単体スケバレですね。単体スケバレ。うん。単体バレルはワンチャンギャングとかで守られるんで、単体スケバレですね。で、これにウッドとか使わせたら、そうですね。まあ、で、しかもこれ、ウッド使わせるとね、何がいいかってね、落下ダメージが入るので、いや、ちょっと iPad だから遠いんだよな、これ。おっ!はい。で、これ相手が今、ウッド切ったばっかなんですね。そう、なんで、ナイトバレルしてもいいんですけど、ギャングがあるんで、まあ、ここはシャーなしですね。シャーなしゴブリンバレル。飛ばしていって、まあ、ギャングで完封はされないだろう。はいはいはい。まあ、一発美味しいですね。さあ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 。まあ、ここはさすがに受けています。で、ナイトで竹取って、ここですね、また、こいつの、これはこれ、しばけるんでね。しばいてください。しばいといてください。おっと?ここにウッド使った。ワンチャンでもこれって、端前プリンチャンスなんですよね、結構。そう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 。いや、アイスピクルかな?来た。いや、これウッド使います、さすがに。いや、手札回すか。これ、ナイトバレルが来るかな?ここ。な気がしますね。なんで、攻め立てて、ウッド回します。次言ったなんでこう、ナイトスケ、単体でバレル来たらナイトスケで守れるし、みたいな感じですね。さあ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 。相手はね、まだ俺がウッド回ってないと思ってる。こういうのはね、ちゃんとナイトで対応してあげて、バレルを飛ばして、こう手札を回すって感じですね。さあ、で、こう、ウッドが相手はないので。いや、あれ、プリンにロケ打っていいっすね。打っちゃいましょう。さあ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 、よいしょ。まあ、ウッドも持ってるんで、ここね、ウッドね。さあ、高めに出して、これギャング来るんでね、ナイト、蓋します。うおー、マジ?そまって感じですけど。いや、美味しい、ありがとう。ごちそうさまでしたと。いう感じですね、これは。で、スケバレを飛ばしていきます。まあ、あとはね、ロケで終わりなんで、こう、スケバレにね、対してこう出してあげて、まあ、バレルとか飛ばして、手札回しですね。うん。まあ、あとはインフェでも立ててあげて、あとはこう、手札、適当にウッド回して、最後ロケフィニッシュですね。さあさあ。OK。グッドゲーム。ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。枯渇相手は、ちょっとなんかスケバレが大事かな。結局、なんかインフェとかテスラを立てないと落下ダメージが絶対入るんでね。コウモリとか、それハンターとか、対空に対して火力のね、瞬間火力が出るカードがないんで、枯渇とかに対してはね、こういう感じでやってあげると、あらやだーって感じになるんでね。おすすめです。はい。で、これね、とりあえず初手、スケルトンを出していきます。はい。出していきます。あ、聞いてください。俺、人生初の、脱毛に行ったんですよ。これ、ロケ打っちゃおう。脱毛に行って、なんか、初回は結構痛くないみたいな聞いてたんですよ。なんか、どこもやっぱ初回は結構、なんか契約とかやりたいから、結構なんか、軽めにやるみたいな気して、でも、俺が行ったところなんかそうじゃなかったらしくて、普通にね、初回から、まあ別にそっちの方が逆にありがたいみたいなのがあるんですけど、初回からこうね、ずっと変わらない痛みでね、やっていくみたいなね、感じだったっぽくて、行ったんですけど、で、俺全然そんなね、覚悟しなかったんですよ。覚悟しなかったんですけど、こう俺顔だけね、こう脱毛しようと思って、そう、やったら、マジで痛くて、で、輪ゴムで弾かれるような痛みです、つって、ああいう感じが結構嫌な痛みだなと思ったんですよ。そしてもう、バチーってもう、いや、もう、輪ゴムじゃねえ、そんなの、みたいな。もうね、本当に痛くて、マジで。本当に逃げ出してしまうかと思ったっすもん、俺。契約したけど、もうね、契約破棄して逃げ出してしまうかと思いましたね。そんくらい痛かった。マジで、本当にね、こう、あれ、
あり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 もうね、ポーカーフェイスじゃいられないんですよ。本当にマジで痛すぎて、マジでやばかった。こんな痛えんだと思って。舐めてましたね、正直。もっと優しいもんだと思ってましたね、脱毛。バチ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 っつって。超痛いですね。もうビクってなるっすね、俺。まあ、そんなところでね。いやー、ありがてえ、サンクラ。マジでありがてえ。こういうところでね、サンクラ取らせてくれるのはね、本当に優しい人なんでね。はい。待って、ワンチャンさ、これ。ちゃんと取れてること確認し、OK。80% あるなら大丈夫かな。うん。充電しながらやるとね、こう、熱くなっちゃうんですよね。うん。俺も熱くなっちゃうんで、やっぱ、熱いハートをね、ここに、秘めてるんでね。こう、スケバルとかをね、飛ばしていきます。でも、ちょっとだんだん、こう、iPad が熱くなってきて、なんか動きがちょっと重くなってきた気がする。だんだん。スケルトン。ウッドキル。デッキ分からんすね。ジャイか。うん、違うだ。ナイトがいる。ロイジャイ？ロイジャイかな？ロイジャイっぽいっすね。これ一回ディガムシします、俺。ちょっとエリアード的な問題で。来ないといきます。はい。合わせていって、ここでエリアードトントンぐらいなんでね。まあ、若干ダメリードも取ってるんで。本当はスケートがあったらね、対応したかったんですけど。で、吹き当てて、これ、スケラっぽい、いや、でもディガーがあるんだよな。なんだろう。わからんっすね。ここ打っと、さあさあさあ、こうやってね、吹きは守ってあげて、で、ウッドこれで破裂するとね、ナイトにタギが行くんでね、このスケが超うざいんですよね。さあさあ、大変大変と。ああ、ありがとうございます。これで、ね、スケがめっちゃ強いんで。はい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 。めっちゃ入ります。これディガーあるんですけど、ちゃんとね、吹きはとかをこう、遠目にね、出してあげて、さあ、で、ここでウッド使わして、吹きはをね、また延命させます。アポとか。さあ、じゃあ行きますと。で、これウッド、おっと、マジか。さあ。さあさあさあ、拾っていきます。もう2倍になったらね、あんま、多少のアドは関係ないのでね、結構ゴリゴリ攻めていって。で、ここは、2-1 プランですね。ワンチャンこう1本おられるかもしれないんで、こういう感じで、ね、散らしていきます。まあ、どっちかにウッド使うんでね、まあ、どっちかが折れるっていう感じですね。さあ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 と。大体ポイズン持ってるんでね、ここら辺結構多分来ると思うんですよ。さあさあさあ。いや、さすがにナイトのダメージは許せんすね。オッケーオッケー。いやー、美味しいな、それ。おー、それ？ま？まあまあまあ、とりあえずこれ前ですね。はい、ですよね。もう後ろで拾いまくってたんで、ね、前に来ると思いましたね。と。これウッド出してから、こう吹き矢とかで回していって、さあ次のウッドでフィニッシャーといったところですね。よいしょ。さあ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 。グッドゲームと。まあ本当はね、ニクラ降りたいからね、ニクラ同時にね、やろうか思ったんですけど、まあ遅延降りとか言われたらね、たまったもんじゃないって感じなんでね。さあさあさあ、いいですよ、調子。今何分ぐらいだ ?18 分。余裕っすね。余裕っすね。これ、20時間いけますね。俺。18分でこのペースだったら。キラーですね。たまにいる E をこう3にしてやるやつですね。やべ。いや、もうちょっと、おい、ナイスっと。これ、タルババ使ったんで、ただ、これラバか遅延スケラとかなんで、一回スケで回して、あーラバか遅延スケラか分からんすね、まだ。あー遅延だ。なんでトルネ回避できる、こういう位置にね、出します。ここ吹き矢使っちゃうと、スケラ受けれなくなっちゃうんで、インフェスね。で、ここはこういう感じで、
やってあげるとね、次なんかユニットが出てきたとしても、こう、インフェルノタワーでね、対応できるんで。さあ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 と。大体今、タルババとかなんで、こう、端前に吹き矢出します。はいはいはい、ありがとうございますと。で、こう、タルババが出てきたら、またね、俺のターンドローと、いったところですね。やべ！あー、奥出ちゃった。これマジずれるんすよね、ほんとに。いやー、これ、低位置に出したらどれだけ刺さったことか。いやー、このダメージ、全然違うってか、なんなら折れてたまである。やっちまったなー、これ。これ、吹き矢強要っすね。吹き矢強要して、吹き矢じゃねえ。ここら辺ね、ちょっと、なんか、エリクサー残して、俺、攻撃した後、こう、流れてくる、軽く強要できるね。攻撃だったら、なかなか強要しますね、俺、結構。やっぱ、そうすることによって、相手にアド取られないんで、なんか、あんまり、この序盤に、なんか、致命傷のね、あの、ダメージを受けるってことがね、なくなるんですよね。そう。相手がちょっとミスったんでね。まあ、ここは3コスに対して3コス切ってるんで。さあ。まあ、こんな感じでウッドからのスケね。上手い人がよくやるんですけど。ウッドからのスケをこうやって出してあげると、なかなかね、いい感じに決まりますと。さあさあさあ、これね、トルネ使わないと、ナイトでタゲ取ってるんで。割れた後はこう、ユニット、違うユニットにね、タゲを取るゲームなんで。いやー、来たー。来ました。ありがとうございます。いや、今のナイトめちゃくちゃ上手かったですね。でこう投げてあげて、ネクストから引っ張る、こう、スケバレカナイトをね、出して、こう、タゲを取るっていうね、感じですね。まあ、これ3クラ取らせてくれるんで、ありがとうございます、という感じですね。さあ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 。いや、いいですね。グッドゲーム。ありがとう。一瞬水飲みます。いや、携帯が、じゃあ、熱くなってきましたね。やっぱり。最近夏ですからね。おー、30。いや、このケンチャー感を結構レベル仕上がってきましたね。なんかいろんなデッキが乾燥してきて、結構ディガーとかスケラも乾燥してきそうな感じが。いや、スケラ乾燥してるかも。スケラ乾燥って結構っすよね。クラロア史上。さあ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 。タイム卵。T 名かもしんないですね。さあさあさあ、ザップベビドラということは、まあおそらくラバか J ですが、いや、ラバクロとかの香りがしますね。これ吹き矢絶対延命しないとダメなんで。さあ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 、いやー、わかんねー、わかんねーですけど、これないと延命しようかと思ったけど、まあいらんっすね。いや、頼む。ウッドなし。来たー。これラバクロー、クローンケースね。多分、ラバだと思うんすけど。さあ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 。ここでケツ、出してくると思うんでね。俺も、ケツ出してから端前、スケバレ行きます。俺、ケツ出しがちなんでね、結構。ってやったら、これ会社でもやったんすよ、このネタ。いや、別に、ケツ出したわけじゃないんですけど。当たり前ですけどね。当たり前ですけど、ケツ出したわけじゃないんですけど、もうケツ出してから始まりユニット出しちゃうって言ったらね、KK しか反応してくれなかったです。KK ちょっと喜んで、ああそれだとか言ってくれたんですけど、ラットとか、なんかその、他の焼き鳥とか、テンゴットはちょっと、いや、わかんないわかんないわかんないみたいな。全然いい反応してくれなかった。KK だけちょっと喜んで反応してくれたんでね、いや、こいつできるなーと思ったんですね。よいしょ、これ絶対クローンですね。いや、ザップあんのかよ。ザッパマンじゃん。あんま言いたくないけど。痛っ！やばい、それ。うわぁ。いや、しかもこれ良くねえのが、これデリバリーがねえからさ、ワンチャン危ないんすよね、普通に。いやぁ、よかった、危ねえ。いや、マジ怖かった、今。ワンチャンキングまで行かれんじゃねえかと思って。いや、こうはマジで。クローンとかマジさ、一瞬でマジ、2秒でさ、金おられるじゃないですか。マジ怖いっすよね。
さあさあさあ、ザップ切ったんでこれ結構めんどいと思いますね。まあ、ロケ圏内まで持っていけば、オーケー !432 なんでね、ロケは。ありがとうございます。グッドゲームと。いや、危なかったー。これデリバリーだったらもうちょい楽にね。逆にクローンとかもね、こう、デリバリーだったら超楽勝で勝てるんですけど、逆にこういうなんかクローンとかがちょっときつくなる代わりに、もっとね、ホグロケットとか、あとクロスですね。クロスとか、まあそこら辺のね、あと遅延スキャラとかですね。まあそこら辺を引いたら、もうちょっと立ち回りやすくなるよーって感じですね、このロケットは。まあなんでまあ、山あり谷ありっていう感じですね。はい。ナイト。ちょっとナイトはね、延命してあげ、ナイトって感じでね。あんまり俺もこういうこと言いたくなかったんですけど。まあこれですね、スケバレ。スケバレ投げてあげて、まあエレキーとかがね、来ると思うので、まあそこをね、さよならエレキーって感じで、インベとかをね、出してあげると。まあ、これで、来たら、さあさあさあ。こんな感じでね。エレキとかにはあんまりナイトとか咲きたくないですね。で、こういうとこもケツナイトとかじゃなくて、ね、ガンガンバレル飛ばしちゃっていいですね。いやー、定位置飛ばしたいんですけど、iPad でかくてさ、定位置飛ばせね。おい、おい。いや、めっちゃいいやん。まあ、ここはね、ウッドがないんで、ウッドあったらナイトウッドとかで行きたかったんですけど。まあ、安牌ですね。まあ、言うのにはスケ出しちゃいいんで。大体これザップ切ったんで、エレキしかないんですけど、これスケバレをこう一緒にね、飛ばしてあげると、いや、サンガゴか。サンガゴだとね、これ結構しばきにくいんですよ。そうそう、こんな感じで、コウモリとかサンガゴ、大体はこうスケバレをしばきたいときに、なかなかね、こうナイトタゲ取ってるとね、守りにくいんですね。ここにスケとか出しちゃうと、ユーノの受けがなくなっちゃうんでね、一旦ステイ様といったところでね、危ない危ない。今出しそうになりましたね。めっちゃ出しそうになったんですけど、まあ、ここは、2-1 プラン。さあ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 と。さあ、ユーノ一緒に出してきた。で、デリバリーだとね、こういうところをもうちょっとね、楽に受けやすいんですけどっていう感じですね。まあさっきも言った感じで。よいしょ。やべ。やべ。消されちった俺の宝が。さあ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 。一本ね、折り切れない。ワンチャン。おー、すごい。これ来ますね、多分ガゴが。来なかった。こういうとこね、バレル普通に出しちゃっていいっすね。ここは抑えれそう。にゃー、まあ、全然バレル出しちゃっていいですね。結構防衛にバレル出すの抵抗ある人いると思うんですけど、なんかこういう感じで出さないと持ってかれる時とかも結構あるんで、全然出しちゃっていいですね。迷ったら出した方がいいですね。落下持っていきます。これウッドで落ちますね。オッケー。まあ、こんな感じですね。まあ、だから、デリバリーとかがないからね、1枚受けがない分、こう、バレル、全然、俺もう今3回ぐらいね、バレル防衛で投げた気がするんですけどね。まあ、言うたらゴブリンなんでね、割と守れるんで、ちゃんとコントロールめがけて、ちゃんと、あと変化球とかね、たまにカーブとかね、スライダーとかもね、投げてあげると結構相手もびっくりすると思うんで、ぜひやってみてください。あ、やべ、ちょっと待って。水飲もうとしたのに。まあ、そんな感じですね。さあ、吹き矢ゴブリン出していき、ディガーですね。でこういうのはどうせ吹き矢対応してくるんで、こう同タイミングで逆サイスケバルとかやってあげると相手は、あーどうしようどうしようどうしよう、やだ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 っつってこうプチってね、たまに閉じちゃったりするんでね。さあ、ディガーコウモリデリバリー、これなんかそうですね、ウォールブレイカー入ってそうな香りしますねって落としたら入ってましたね。ただ相手はウッドじゃなくて、で、いや、ウッドかな、これウッドだったらまとめて、ウッドじゃないと信じます。よいしょ。いや、ウッドじゃないですね、ザップでした。ありがとう。さあ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 、ってことはこれにディガーを当ててきたりねするのかなと。さあさあさあ、いやー、これザップとか打たれたらやだなー。いや、これ入っちゃうか。いや、いってー、このダメージめっちゃ痛いっすね。
いや、吹き矢出して、スケで守った方が良かったかな。こうなったら逆サイっすね。逆サイ行きたい。で、ディガー系か、めんどくさいっすね、普通に。スケバレ投げてあげて、でこれ単体で生かすと相手が得しちゃうんでね。怖っ。なんならバレルも。うわー、やべ。やべえなーこれ。いやー、これ折れますね、こっち側。いや、ワンチャン耐えれる。いや、コウモリ来るかな。ザップ来るかな、これ。オッケー。いや、これ耐えたのでけえ、マジで。これ、ウォールブレイカー来そうっすね。で、これ、多分ヒューポトンなんで。そんな受けがあるんだ。すごいね。いやー。こう行っていき、これメガナイトが来ると思うんで、ザップ切った。さあインフェ出して、あ、やばい、お前待って、しかもあれやられた、マジか。ちょっと待って、ウォールブレイカー入っちまった。もう一回だけ負けるまでっていう動画なんですけど、負けるまでやってからまた負けるまでやるっていう動画です。さあ行きましょう。さあやべえ、これ怒られるかな。さあ、いや俺こういうことするから怒られるんですよ、たまに。負けるまでじゃねえじゃねえかって言われるんですけど、ヘリクスこねていきたいと思います。得意のやっぱヘリクスをねこねることは昔から得意だったんで、負けるまでやった後に負けるまでやるっていうスペシャルな。さあ、またディガー系ですね。ただ今回はインドでディガースケバレのあれかな、あれのヤーツですかね。さあ、これめっちゃドドってますね。だけどこうケツナイトとかしたら端前合わされるんで、始まりじゃない、ケツからインドラかね、あのメガナイト合わされて結構損しちゃうんで。で、ここでメガナイトがインドラ来ると思うんですよ。はい。なので、先飛ばすか。あ、お前ってことはもうユニット出してもらうしかないですね。もうインフェこんな残ってるからね。何したっていいでしょ、もう。さあ。もうあとは好きにしてください。好きにしといてくださいって感じでね。もうこれ、あとインフェが全てやってくれるんでね。見守るだけですね。スケも出さんすね。よし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 。OKOKOK。さあ、ここで相手はコウモリかな。端前吹き矢。で、スケバレかなーって感じなんで、ここはインフェ立ててあげて、こいつにインフェ処理してもらって、で、今コウモリないんでね、こうスケバレが。あー、マジ？それ、めっちゃいいタゲ。ナイスタゲっすね、それ。いや、これ結構やべえ。さっきのなんか二の舞になってる気がするんだけど。
危ねえ危ねえ、マジで勘弁してくれ、本当に死にかけたっすねこれ。危ねえ危ねえ危ねえ、おっと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 、あちゃ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 、危ねえ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 、いやー危なかった、いやこれマジで危ないですね。まあとりあえずギリセーフということでね、どんどんやっていきましょう。さあ10勝負けるまでやったらね、10勝まで来ちゃいましたってことで、ハンドラスト、読めぬっすね。とりあえずここ吹き矢、さあ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 、吹き矢を真ん中に出して、これ寄せてあげて両サイドしばきっすかね。で、タゲ取って、オッケー。で、ここ相手、エレキとダックプリリ2枚連続でね、あの、範囲系切ったんで。おっと？え、やば。ザップ切ったんでいきます。よいしょー。さあ、トルネ？トルネじゃない。エレキザップ、アイスウィズ、ダックプリユーノ。なんだ？お前のデッキ。わからんぞ、俺。やべ。マジ入んのそれ、やばいやばいってそれ、マジかよ、それ入んないと思った今の。ただここはエレキとかいるんでね、一回まとめて処理されちゃうんで、こういうとこですね、こういうとこで同サイ飛ばさないで逆サイ飛ばすんですよ。こっから逆サイ入ることによって相手はね、同サイだとこう今ねエレキとか出してその前にペッカつけたりしてこうカウンターができるんですけど、逆サイに飛ばすことによってこう別につなげられてもね、もうね、言ったらこれもう無料っす、無料無料なんで。さあ、こんな感じで逆サイにね展開することによって、もうこっちに相手の戦場がこっちに移るんで、もう別にここで攻撃されても別にいいかなみたいなところあるんですよね。よいしょ、まあ、ここ打っただけとかね許容してね、こっちだったら大ダメージになっちゃうんですけど、まあ、こっちだったら許容してトントンって感じですね。でまあこうもし工場とか来たらね、吹きやすけで速攻でぶち転がしてあげればいいんじゃないかなと思います。こっちだったらもうねポイズン打たれてもいいから、後ろからナイト展開して、ここはさすがにやめろお前、えらい、めちゃくちゃ偉いですねこいつ。さあサイレキ来る、さあ来ましたね、本日のメインディッシュが。とさあ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 、こんな感じでどうでしょうか。さあ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 、これエレキ倒せ。さあインフェルノ、さあこんな感じですね、こんな感じ。いやー、いい試合でした、グッドゲーム、GG Well Play Like Jones って感じですね。これ、CRL、クララリーグウエスト、西の方ですね。西の方でね、こんな感じの実況なんですけど、俺もこんな実況されてとね、思いつつ。そう。さあ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 、とりあえずね、スケ、出していって。こいつさ、なんか高回転使ってるとさ、動き早いからさ、なんか面白くないですか普通に。見てる側もさ、結構なんか、いや、わかんないけど、わかんない。人によるか。人によるか。人によるか。今ちょっと何言っても角が立ちそうだったんでね。黙りました。やっぱ都合の悪いことはね、黙ることに定評がある俺なんでね。さあ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 。よっ。オッケー。ここもしか工場来たら、来ない。いいウッド。さあ、いいウッドだ。オッケー。さあ、ここで、スケバレ。まあ、また逆サイですね。こう、たまたま被らずにね、済んだ。えい、えい、えい、えいと言ったところで。とりあえず、ナイトですね。で、これ、ワンチャンマジャチャ貫かれるんで、この辺にね、吹き矢とか構えてあげて、貫かれてから、
やばいってそれマジで。興奮してきたわ、本当に。やばい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 。お前。いや、これ。うわ、最悪。今の言うのやべえ。大暴走してましたね、今。やべ、これしかも、次ここゴースト来たら俺終わるな、普通に。いや、ここ工場とかあったらいいんですけど、いいです。ゴースト来たら終わるっすよ、マジで。どうしようかな。ゴースト来たら逆サイ連れ、いやでも逆サイ連れていくだけじゃ、いや、この完璧バレる。うれ決まったくないですか、今の。これ。完全に。いった終わりじゃん、俺。いや、マジやっちゃやべえな、普通に。やべえ、何がど、何がどあんのって話。ただ、ひるまず。やばいな、これ、普通に。いや、ここ攻めてこなかったのありがたいっすね。マジアチャないんで。いやー、デリバリーしてー。で、コスケ切らずに下からウッドで一掃していく。やべ、さあさあさあ、やべ、ここスケバレ落下、スケバレ落下、きたー、勝ったー、しゃぶねー、あぶねー、マジであぶねー、ふー、危なかった。いやー、危なかったですね。序盤に600まで持ってかれたけど、死にかけた。この動画負けるまでなんでね、終わるところでしたね。危なかったです。よし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 、20勝ぐらいまでいっちゃうからね、俺。さあ、初手はウッドかな。相手が枯渇じゃないのを確認してから、ウッド。まあ、枯渇だったら10エリで動いてくるはずなんでね。さあ、ザップ。ザップってことは、大型かな。だいたいザップ入るの大型って決まってるんでね。ペッカ多くないですか、さっきから結構。ペッカ使いの俺がペッカ狩りしてるんだけど。いや、またペッカだ。マジ？マジンコですかっていう感じですね、これ。おっ！おっと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 。ナイスポイズン。さあ、ダクプリ。ダクプリ型っすね。まあ、ゴーストの方がやっぱ受けにくいんで。いやー、これミスった。ミスった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 。やべ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 、やっちまったやっちまったやっちまった。スケナイトで受けようと思ったらスケ裏っ側に出ちゃったっすね。やっべー、これやべー、これ終わった説あるな、普通に。ここにはスケ使わずにここに使っていきます。 OK。いや待てよ、ここはどうせ何かで対応してくるんで。いや、ナイトがあるから守れる。オッケーオッケー、よし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 、やべえ、これ言うの来たら終わる。まあ11になったら別にいいか、よかないか。いインフェで守ろう、来たら。ここは一発で守れる。よし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 、さあ、で、これ、スケ回すためにね、始まり言うの、来てもこれで対応できる。OK、いいよ。またマジアチかよ。いやー、これ、むず。いやー、これ無理か。
や違うな。あ、危ない。工場、危ねえ。いやー、これマジドキドキっすね。うっと、いやこれマジデリバリーだったら 100% 神相性なんですけどね。なんかなかなかロケットの良さが出る試合が来ないっすね。全部デリバリーだったら圧勝みたいな。メガナイトウォールブレイカーとかね、一回負けたあれもデリバリーだったらめっちゃ優だったっすね。多分よろしく。さあ奪われる。いや美味しい。ただこれウッドギャングってことはスケラの可能性が、スケラじゃねえ、枯渇の可能性があるので一回ウッドはちょっと待っていきます。でこれウッド切ったんでね、おっとっとっと、これだバレバレじゃなくて普通に純正のですよね、施設入りの。だ呪文も多分ウッドロケなんで、でプリンもいるんですよちゃんと。さあここはどうやって受けるのか。おっと、いやこれでけえ。一応プリン警戒。さあここプリン来るかな。来ないか、さすがに来なさそうっすね。さあ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 、うん、まあテスラが残ってるうちにという感じですね。さっき私が言ったように、まあただこれ序盤はねこう、まあこうイチャイチャパラダイスが続くんですけど、まあ、だんだんこのスケバレが相手からしたらテスラを下がなきゃいけないから鬱陶しくなるんですよね。おっと、めっちゃええやん。おっと、ここでウッド打ってくる。俺もロケなんですね、残念ながら。やばい。いやちょっとまずいなこれ。いや守ったが、いやマジめっちゃ後ろじゃん毎回。やべえそれ。やばい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 。ただそこにテスラ出したらいいよ、落下入る。いやこれウッド打たんとダメだな。やべえマジかー、くそーだってー、くそー。グッドゲーム。いや相手がうまかったですね。はい、ってことで、いやマジかー、これ勝ちたかったなー、枯渇対決。さあそんなところでね、相手の鬼のプリン延命が
刺さってしまって、こんなところでね、終わっていきたいと思います。ということでね、毎回、月1イベントなんでね、このグローバル大会、まあ来月ですね、来月もこう負けるまでね、やっていきたいと思いますんでね、もしよければね、高評価とチャンネル登録、そしてね、コメントの方もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。